ごめんね、ごめんね。ちょっと手を切させて。いや、先生でもともと人間用でね。そうですね。うん、そう、人間で。やだからです。脳治療で。頸部、胸部、関節の痛み。で、4センチぐらい中まで入ってきます。そうすると、まあ、それで入って、血流を良くして炎症を沈めて痛みを和らげたりとか、あと皮膚疾患。まあ、僕の場合、なんか外傷があったのかな。それで、表皮膚の表面が感染を起こしてるかな。という感じ。だからそう、まさにこれ、適用だと思います。から、あとは、よく使うのはね、動物たちが、食べんくなったと。消化器の動きを高めるためにお腹にあったりね、呼吸が苦しいとかね、転換を起こすとかね、頭にあったりとかします。これはちょっと1分だけやらさせてもらって、でとりあえず外用薬だけ出します。とりあえず1分ね。だから、1番でクロロヘキシンでちょっと消毒して、それで2番、3番で、ちょっと注意つけてくださいね。普通の注意するは、もちろん全身にね、やってもらって、ご足にね。と、足の裏もやってらっしゃるんですね。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。はい、すいません。じゃあ、ちょっと薬が飲めるかどうか。はい、ちょっと試してみます。はい、それと、琥珀ちゃんのうんちね、今度また持ってくれるからね。その時、新茶のも持ってくればいいですよね。はい、そうですね。ちょっとちょっと危ない危ない危ない飛ばない飛ばない危ないよ、そんな危ないですけど気をつけんとごめんねごめんねそんな勢力ジャンプされてない危ないよ。そうか、それと寄生虫予防の薬つけませんか。お願いします。いいですか、はい、1ヶ月過ぎてるんでね、はい、よし。